アイスを買って車で食べようとした。数年前、お盆に帰省した時に、弟に車を運転してもらい、買い物に行った。帰りに、ショッピングセンター前の屋台のアイスを買って、車で食べようとしたら、ついていたはずのアイスのスプーンがなくて、落としたかなと下を見ている間に、アイスは半分なくなっていた。隣の弟に、なんで食べるし、と怒ったが、 いや、食ってねえし、と言われた。あれと思ったら、百個多い、甘ーい、と女の子の声がした。幼稚園くらいの女の子で、嬉しそうな声。弟にも声が聞こえたらしい。無言のまま自宅に帰り、ガクガクしながら祖母に報告した。しかし祖母は、ご先祖さんじゃというだけ。霊がアイスを食うものか、と弟が言ったが、 私が仏間の襖を開けると、仏間の真ん中にアイスについていた木のスプーンがぽっつり落ちていた。まさか、例に私のパンプキンジェラードを食べられるとは思わなかった。これちょうだい。海外の日系工場、終焉の食堂に女が出たらしい。 美人ではないが若いこの女は、現地人の公員が食事をしていると、宅に寄って、これちょうだいと言って、一口二口、食べ物や飲み物を飲んだ。女は食べると違う宅に行ってしまうのと、体を触っても文句を言わなかったので、公員たちを喜んで食べさせた。また、柄の悪い公員たちの宅には行かなかったので、トラブルにもならなかった。女が現れ出して、 四五日目、太ちの悪い婚姻が女の手を掴み、俺の宅で食べろと無理強いしたそうだ。女は素早く婚姻の手を逃れると、店の外に消えた。次の日、その婚姻が工場で作業していると、これちょうだいと聞こえ、振り向くとあの女がいたという。驚く婚姻。女は婚姻の右手を握ると、機械の中に突っ込んだ。以上。 A 氏が事故で右手をなくした婚姻から聞き取った結果だったらしい。海外の工場とはいえ、一応武装した警備員を雇っており、部外者が入り込むのは難しい。工場内は機械の騒音が大きく、しかも婚姻は当時耳栓をしていたので、女の声が聞こえて振り向いたという供述には、疑いがあった。A 氏は、保険金目当ての事故を疑い、聞き込みを始めたそうだ。 実際に女と会ったという行員や食堂の店員は多くいた。しかし事故の後、女を見たという者はいなかった。女の正体はつかめなかったが、工場の警備に問題はなさそうだった。保証金目当ての線は、行員があえて疑われるような証言をするという点や、婚姻の親族も工場で働いているという点など、諸々の現地事情で消えた。 上司と相談の上、A 氏は事故を起こした行員の証言を書き換え、報告書では、ただの事故として本社に提出した。A 氏はその後、お金と視点から、現地の伝承などを調べたのだが、妖怪、一口ちょうだいのような伝承は、なかったそうだ。ヤンキーの喧嘩。 今、週月中で、大阪兵庫のあたりをうろうろしてる。昨日、ホテルに帰る途中のタクシーの中で、一緒に回っていた馬鹿が何か知らんけど、怖い話を始めて、変な流れを作りやがった。その時に、運転手さんから聞いた話。運転士さんが高校生だった頃は、まだヤンキー同士の喧嘩とかが、リアルにあった時代らしくで、通っていた高校でも、三年のリーダーみたいなのと、 新入生の息のいいのが結構やり合っていたそうだ。ヤンキーっていうのは、ある程度まで達すると、喧嘩とかやらなくて、チキンレースとか、チームの大きさで勝負するようになるもので、そいつらの場合、校舎の屋上から飛び降りるっていうところまで行った。目を開けたまんまだったら、両チームとも普通に行けたんで、今度は目を閉じた状態で、うまく地面に着地できた方が勝ち。 という頭の悪い勝負になった。各有運転士さんも三年のチームで突っ張っていたらしく、飛ばされたらしい。話に戻るけど、実際に落とされてみると、恐怖で時間感覚が狂うのか、いつまで我慢しても地面につかなくて、今どの辺なんだろうかと確認しようと目を開けてみたら、その瞬間地面に着いた。一秒も経っていないはずだけど、それでも私には数分に感じていましたわって。 おっちゃんそれ、生命の危機に瀕した時の時間間隔の延長とかいうやつでって思ったんだけど、学生さんは難しいこと知ってるなとかって、馬鹿にされるから言わなかった。話は続くが、結局リーダー同士が落とされることになって、運転士さんは新入生を突き落とした。結果から言うと勝負はつかなかった。落としたところまで確かに覚えているけど、下に行った連中には、 最初から何も見えていないらしく、二人とも骨然と消えてしまったそうだ。これは兵庫の新聞にも載った事件らしいけど、ヤンキーが二人消えたところで、大した騒ぎにもならなくて、二人とも行方不明扱い。まああの頃はいろいろな伝説があったで、といろいろ聞かせてもらって、物理的に甲子園に最も近い公立高校に差し掛かったところで、でもあいつらの度胸にはかなわんのやなって、 寂しそうに言った。右を向く。昔から続く会議愛知県〇〇市、その昔、少なくとも200年以上前の話。岡崎城の城下町は、天下を二分するほど賑わっていたらしく、カゴを担いで人を運ぶ、カゴ柿と呼ばれる人たちがよく行き交っていた。 そんな中、カゴカきの中に、妙なカゴカきが出始めたようだ。中に客を乗せながら、カゴを背負う者も,も、後ろの者も,も、そして中の客も、一様に右を向いている。すれ違う町民が何だろうと釣られてみるも、特に変わった様子もない。妙なものだと思いつつ、しばらくしてなんとなく振り返ると、また同じ様子なのだという。 乗せたところも下ろしたところもわからなければ、そこそこいい身分であろう客の正体もわからない。そんなものを見かける町民が次第に増えていき、城下町の怪異となっていった。現在も怪異は続いているらしく、どことも知れない工場の送迎バスらしきバスの運転手が右を向いたまま走行。危険運転だと思いつつもすれ違う瞬間、 全員右を向く逆席の工場作業員に驚くとともに、頭の中ではお経が小玉するという。最近ここら近辺でたまに耳にするようになった。猿。半年前から仕事で山形県の土田舎に出張中なんだけど、気味が悪いことがたびたび起きてる。とりあえず一つ、 今年の一月のアホみたいな話。土田舎だから町と町をつなぐ道路は基本山を越える一本道。冬の間、道路上は除雪されているけど、路肩にはたんまり雪山って感じ。レンタカーで営業を回っている途中、会社から電話が入ったから、路肩に止めて電話に出た。トランクに積んである荷物の話で、極寒の中車外に。で、 電話しながら無意味に、左側の森、林を見ると、立っている木の手前十本ぐらいに、それぞれ一本ずつ木こりがよじ登って、枝落としをしている。もっと暖かくなってからやればいいのに、そもそもこんなに密集してやるものなのか、とぼカーンと見ていたら、だんだんおかしいだろって気になってきた。まず、全員が同じリズムで腕を動かしている。しかも中には、 なたを持っていなくて、腕だけ振っている人もいる。裸足の人もいる。車のトランクを閉めた音で、全員がこっちをパッと向いたんだけど、みんな無表情、無言。めちゃくちゃ怖くなって、とりあえず車を出そうと思って、電話の相手に、失礼しますって言ったら、そいつらが真似をして、失礼しますって、めちゃ高くてでかい声でリピート。そこでもう怖すぎて、 速攻車を出して逃げて、後日この話を地元の得意先のおじさんにしてみた。そうしたら笑いながら、猿だろって一言。いやいや喋ってたし、服着てたしって感じで食い下がったら、今度は怒りながら、猿と見間違ったんだろって、話を切り上げられておしまい。今気づいたけど、路肩に車止まってなかったわ。ちまちの間らしい、 雪がっつり積もっているから、さすがに木こり道具を持って現場まで街から歩くっていうのは、現実的じゃないと思う。過去に戻っちまったというか何というか。過去に戻っちまったというか何というかの話なんだが、高校の時に親から、昨日、お前から電話がかかってきた。〇〇にもうすぐ到着するから、 という電話だった。声は確かにお前だった。と言われたことがあった。ありえない。その時は家にいて寝ていたのだから。かかってきたのは夜だった。こういう体験をして、月日は経過して、高校も卒業して専門学校も卒業した。そして二年前に専門学校の同窓会をやるという通知が来たから行ったんだ。八王子にある、 某専門学校なんだけど、実に楽しかった。そして同窓会も終わり、帰るために特急に乗った。もう夜になっていたんだけど、その時なぜか、猛烈に眠くなったんだ。疲れていたせいかなと思ったが、ものすごい眠気で、ガクンってなった。その瞬間、眠くが急になくなってすっきり。電車とかに変化はないし、変な名前の駅に着いたということもない。 ただ、帰宅報告をするため、乗り換えをする駅に到着した時に電話した。そうしたら、もしもしと、母ちゃんの声が耳に飛び込んできた。えと思った。なぜならその時、母ちゃんは病気で寝たきりになっていたから。出るわけないんだよ。おまけに元気な声。一応、〇〇だけどって言ったら、電話の向こうの母ちゃんは、〇〇は寝てるけど、誰ほんと誰 ええ声は〇〇。こんな夜中にどっかに出かけてるのと言うから、え俺は八王子の学校の専門学校からの帰りで、もうすぐ〇〇に到着するというのを言うために電話したんだけど、母ちゃん病気治ったのと言うと、電話の向こうの母ちゃんはますます慌てて、え八王子病気怖い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 。そして、ガチャ。プープープー,プー。 何なんだと思ったけど、乗り換えをする電車が来てしまったから乗った。そして乗っている最中、また強烈な眠気。ガタンゴトンは眠気を誘うんだな。そして今度はガクンじゃなく、がっつり三十分くらい寝た。気がつくと、目的地を伝えるアナウンスが流れていたんで、慌てて起きて、目的地の駅に降りて、家にもう一度電話。そうしたら兄貴が出た。 母はどうしていると聞くと、相変わらず寝室で寝ているらしい。とりあえず兄貴に駅まで迎えに来てもらって、兄の車の中で、例の高校の時の不思議体験を思い出し、あれって、ついさっきの俺、とかなり動揺した。過去に数分の間、飛んでしまったのだろうか。犬の記憶。 俺が2歳ぐらいの頃、うちには柴犬、子供の記憶だったので大型犬だった気もするが、実際は柴犬ぐらいな気がする、がいて、よく庭で日向ぼっこをしていたんだ。俺はよく、家の中の庭への出入り口の近くで、テレビを見ていたんだけど、犬との距離は、もしかしたら1メートルなかったかもしれない。もちろん、庭への出入り口は、夏とかは空いていた記憶があるし、 犬は鎖に繋がれていなかったから、今思うと、不用心だったなって思っていたんだ。でも、よくうちにいるから、うちの犬なんだなって思っていた。不思議と、その犬が吠えた記憶はなかったが。この前、母親に、うちも昔、犬飼ってたよな。俺が2歳ぐらいの時、と言ったら、母親が、うちで犬なんか飼ったことないよ。お母さんが子供の時、 芝居の飼かっていたけどね。と言われたんだ。その時、軽い口論になったんだけど、母さんもいい歳だから、物忘れも多くなったんだろうと思い、やっぱり俺の勘違いな気がすると言って、話を終わらせた。でも、そのことが腑に落ちなくて、さっき兄に聞いたら、兄にも全否定されて、気でも狂ったかって言われたんだ。その犬は、 今考えてみればおかしかった気がする。庭から家に猫が入ってきたとき、母親はその猫を必死で追い返した記憶がある。まあ、二歳児にとっては危険だし、当然といえば当然だ。だが、その芝犬を追い返した記憶は一度もない。あんなに近くにいたのに。あと、幼少の頃、よく犬の原因を見た。横目で見たら犬がいた気がして、いざ向いてみると何もいなかったり。 でも、そういうのを見たのも、四八歳ぐらいまでで、それ以降は見なかった。三年ぐらい前、地元の駅から柴犬がついてきた。常に三、四メートルぐらい離れて、うちの前について、ごめんな、うちでは飼えないんだ、と思いながら見たら、犬はそれを察したらしく、来た道へテクテク歩き出した。ふーっとため息をついて一瞬目を離したら、次に見たときには、 犬はいなかった。黒いもや。二ちゃんで話題なのか知らんが、小学校の頃に黒い人がいるというやつがいた。そいつとは正直あまり仲が良くなかったんだけど、家が近くなので、集団登校を一緒にしていた。ある日、そいつがうちの向かいの家を指さして、あの家の玄関のとこに、 黒い人がうずくまっとる、と言い出した。自分の家の真ん中らし気味が悪かったので、お前、嘘言うなよ、と詰め寄ったけど、その家から目を離さずに、嘘違う、黒い人がうずくまっとる、と言って譲らなかった。放課後家に帰ると、うちの親がドタバタしてて、どうしたのかと聞いたら、昼過ぎに、お迎えのおばあちゃんが亡くなったから、と言われた。 それからしばらくして、そいつがまた別の家を指さして、あの家の前に黒い人がうずくまっとると言ったのを人づてに聞いた。前の一件で有名になっていたので、誰か死ぬんじゃねと学校でもかなり話題になっていた。そうしたら、その日の深夜に、その家のご主人が、奥さんの目の前で車に轢かれて亡くなったらしい。本物じゃん、となったけど、なぜかそこから、 そいつは逆に孤立しだして、いじめには発展しなかったんだが、みんな距離を置き出して、しばらくして引っ越していった。魂が宿る。学生の時、美術の先生から聞いた話。先生が出張中、奥さんが先生のベッドで一人で眠っていると、毎晩のように見る夢があったそうだ。 それは、部屋の隅の天井から、ぼたぼたと、血が滴るという、あまり気持ちの良くない夢。気になったので天井を探ってみると、そこからは、先生が学生時代に描いた絵がたくさん出てきた。独身の頃、住んでいる場所からそう遠くないところに、土殺場があり、写実的な絵を勉強していた先生は、血の滴る牛の頭や肉なんかを、 キャンパスにいくつも書いていたそうだ。結婚後、その絵は日の目を見ることなく、家の屋根裏に置かれたままになっていた。先生の奥さんはそのことを全く知らなかったようだが、牛の魂、害にこもって、何らかの形で存在を知らせたかったのかも、と言っていた。たかがえ、と思うが、物には何でも魂が宿るというのは、あながち嘘ではないのかなと思った話でした。 撮った写真が変になる。ほんのり怖いかどうかは謎だけど、嘘のような本当の話。かなり昔だけど、携帯ショップに勤めていた。柄系の故障で、夫婦と男の子の家族連れが来て、私が受付をした。要件は、撮った写真が全部変になるというもので、夫婦は青ざめていた。でも実は、こういうことはさほど珍しくもなくて、 ガラケーであろうとも精密機械なので、データの故障はそれなりに起こる。心霊写真だって騒ぐ客もいたけど、そんなことは全然なくて、単にデータがおかしかったり、カメラ自体の故障だったりだった。なので、今回もまた故障かなと思って、とりあえず写真を見せてもらった。そうしたら、男の子の顔と首あたりに、光が入ったような感じになってて、 何百枚もある写真のすべての男の子の顔だけがそうなっていた。それでもまあ偶然だろうと思って、お客さんには修理を提案した。一応事象確認ということで、お客さんの端末を使って写真を撮らせてもらった。店の中やスタッフの写真を撮ったが、普通に映るだけ。試しにお客さんたちを写してみたが、普通に映った。 おかしいなと思って写真を見つめていると、今撮った写真の男の子の顔あたりだけが、だんだん崩れてきて、もやがかかったようになった。目の前で起こったので、見ていたお客さんはもちろん、私も青くなった。湿気。大学時代にアパートに一人で住んでいた。別に、 特別古くも新しくもない平均的なワンルーム。二年目の冬、帰宅後の習慣で、俺は換気のために窓を開けた。その時、何か冷たい風に乗って、何かがふわっと入ってきたように感じたが、気に留めるほどでもなく、普通に生活していたんだけど、それから部屋の中が、異常に湿気っぽくなるようになった。一年の冬は、そんなことにはならなかったし、 梅雨でもここまではっていうくらい水気がすごい。玄関にある備え付けの木製の下駄箱があっという間にカビて中はナウシカの不快のような状況に。部屋の隅の床や壁もどれだけ気をつけても水滴が浮きカビが生えるようになった。敷金は帰ってこないだろうなと覚悟した。それどころかベッドでかかるかもしれないと思うと陰鬱だった。また、 その頃から、部屋に自分の他にもう一人いるような気がするようになった。掃除や換気にはかなりまめな方だし、今までなかったことだから、何か霊的な現象ではないかと思ったが、貧乏学生に引っ越せる金があるわけでもなく、そのまま住むしかなかった。それに、なぜか一過性なものだと感じていた。急に始まったのだから、急に終わるだろうな、くらいに。 それから三ヶ月ぐらいして、ちょっと暖かくなってきたなと思いながら窓を開けると、外から入ってくる風とは別に、部屋の中から何かがふわふわ出ていった。その瞬間から、なんか部屋の中がすっきりして、広くなったように思えた。関係性があるのかどうかはわからないけど、そのすぐあと、五万程度だけど宝くじが当たった。退去時に追からハウスクリーニング代が必要になったから、 トントンだったけど。寝室で寝ていた。昔、大田区品川区目黒区の境目あたりにあるマンションの最上階5階に一人で住んでいた。夜になると勝手にトイレの電気がついて流れる音出したり、ベランダに誰か立っていたり、ダイニングにいると電話の内線で部屋から呼ばれたりした。極めつけはある金曜日、 夕方うとうとしてしまい、寝室で寝ていた。その間に、隣の区に住む親が、こっちに早朝から用事があり、急遽泊まりに来たらしいんだけど、寝室にもどこにも俺がいないし、何度も電話をかけたのに出ないから、勝手に泊まっていた。それ自体はよくあることだった。ってより、親のマンションで、親は無期限で、祖父母の介護のために近隣の区に引っ越し、 全く目覚めなかった俺が目覚めたのが、日曜の夕方で、つまり、まるまる二日寝ていたらしい。トイレに行こうと部屋を出たら親がいて、びっくりされた。親曰く、電話を何度もかけ、寝室も布団をめくって確認したけど、お前はいなかった。用事でお父さんお母さん揃ってきたけど、用事があったのはお父さんだけで、お母さんはずっとここにいて、家から出ていないから、 お前の出入りがあれば気づくはず。母はその日の昼間も、換気と掃除で俺の部屋に入ったけど、俺はいなかったらしい。無用病かと思ったけど、当時のマンションは玄関入ってすぐ、ダイニングキッチンで、そこを通らず出入りは不可能。俺の寝室も、ダイニングを通らないと行かれない。知らない間に、俺は神隠しにあって、知らない間に、 帰ってきたようだ。点検口。俺、とある廃棄物処理場で働いているんだけど、そこに、細かい金属屑が流れてくる配管がある。その配管は4系統終わって、それぞれ3箇所、点検口があって、定期的に点検する。たまに詰まることがあって、 詰まると復旧が非常にめんどくさい。だけど、一箇所だけ、誰も開けない点検口があって、先輩に聞いたら、そこは見なくていいってだけ言われて、機嫌悪くなってしまって教えてくれない。でもやっぱり気になる。で、職場の飲み会の後で、酔っ払った別の先輩に聞いたら、あそこは絶対につまらないから大丈夫。詳しいことは A さんに聞いてくれって。 A さんっていうのは古株のおっさんで、あんまり接点がないんで聞きづらいんだけど、どうしても気になったからいきなりだけど聞いてみた。A さん曰く、あそこの点検口は開けると青白い手が出てくるんだよだって。なんだか安っぽい階段だなぁと思いつつ、でもじゃあなんで詰まらないのなんて考えていたら続きがあって、みんな気味悪がって点検しないから、頻繁に詰まるようになって困ってたんで、 仕方なく B さんに頼んで、一緒に点検しに行ったんだよ。B さんというのは A さんの元上司で、俺が入った時はもう定年で退職していた。開けたらやっぱり手が出てきて焦ったら、B さんいきなりハンマーで手をぶん殴って怒鳴ったんだよ。くだらねえことしてねえで、つまらねえように見張っとけ、ってさ。なんだか笑い話になってきたけど、実際にそのあたりは詰まったのはその後一回だけだって。 その一回詰まった時も、B さんが配管をブラハンでバコバコぶったたいて、てめえサボってんじゃねえぞ。今度詰まったらぶっ飛ばすぞ。って怒鳴ったら、詰まらなくなったんだって。で、B さんの命令で、あそこは見なくていいってことになったそうだ。嘘くさい話だけど、確かにその点検口のあたりだけは詰まったことはないし、配管の作りは4系統みんな同じなので、そこだけ詰まらない理由がわからない。 みんなそこに行くのを嫌がっているのがわかるんで、本当なのかなと思いつつある。電信柱の妖精。小学生の頃、近所に杖をついたホームレス風のおばあさんがいた。いつも近所をうろうろしていたが、スーパーのベンチで弁当を買って食べているのを何度か見たので、金はあったらしい。もしかしたら、 ホームレスじゃなかったのかも。そしてある日、そのスーパーのトイレに行ったら、そのおばあさんがいた。三つある洗面台を順番に移動しながら、髪を溶かしている。洗面台と床にバラバラと落ちる抜け毛、ひどい異臭。幽霊のような佇まいに、ガクブルして、その日はそのまま逃げた。そして後日、母と買い物をしに車に乗っていると、またそのおばあさんを見かけた。 足をさすいながら、バス停のベンチで休んでいるようだった。そして、スーパーについて中に入ると、なんとそのおばあさんが、肉売り場をうろついていた。バス停からスーパーまで車で10分。車の私たちに歩きで追いつくわけがないし、もしあそこからタクシーやバスを使ったとしても、私たちの方が早く着くのは明らか。瞬間移動したとしか思えない。その日の夜、 私と母は今度は歩きで習い事から帰っていた。すると、また前方におばあさん発見。たびたびの機怪な行動に母と二人でガクブルしたが、しかし母はとんでもないことを言い出した。私、いつもあのおばあさんがどこへ帰るのか気になってたの。ちょっとつけてみないって。なんちゅう大人だと思ったが、面白かったので母と二人おばあさんの後を追った。 おばあさんは、路地を曲がったところの電信柱に近づいていって、抱きつき、スリスリし始めた。あまりのもさに、母と目を見合わせたが、次また目を向けると、もうおばあさんはいなかった。そこは一本道で、曲がり角はない。私と母の間では、あのおばあさんは、電信柱の妖精ってことになっている。それ以来見かけない。 気味悪かったけど、思い出すとちょっと楽しい。姫の池。今は結界して亡くなってしまった沼の話で、二十年も前のことです。うちの地域では、土壌を食べる文化がありました。今もあるんですが、健康にいいとかなんとか。じいさんとよく、 姫の池と呼ばれたただの沼なんですが、そこに釣りに行っていました。姫の池と呼ばれるゆえんは、お昼十二時過ぎにそこに行くと、江戸時代の十二人への女性が沼を歩いているとか、夏の夜中二時半にそこに行くと、人型にホテルが集まるとか、いろいろな噂が絶えない場所です。誰も近づかず、よそ者のおじいさんと私は、毎日のように大量を喜んでいました。 土壌はそんなに美味しいものではありませんが、婆さんが喜ぶので、たくさん釣って帰りました。ある日、岩なだれが起きるほどの大雨が降って、姫の駅は決壊し、舗装された山道の脇の側溝に、いろんな魚が流れ込む事件が起きました。地元の魚屋さんが、泥を履かせれば大儲けできると考え、溢れ出した魚をかき集めて店で売りました。とても大きな、 主だと思われる土壌だけが売れ残り、魚屋さんが食べてしまいました。三日未満の高熱とともに、息を引き取ったそうです。それと関係があるのかわかりませんが、大雨の次の日に、じいさんと私は、姫の池に釣りに行きました。道中、地味な着物を着た女性に会いました。何か探し物をしているようだったので、声をかけました。おばちゃんどうしたん なんか探してるん。少し驚いた顔をされながら、返答が来ました。池がわやになってしもうて。おばさんが話しかけた途端に、後ろから何かにつかまれて、ものすごいスピードで私がバックしていきました。犯人はじいさんでした。何見たわしには何も見えとらん。何と喋っとった。おばちゃんがおって、池がめちゃくちゃになってて、なんか探してたで。 おばさんは追いかけてきませんでした。悲しそうな顔をして、私を眺めているだけでした。母親がキャディをやっていた。うちの母親がキャディをやっていた頃の話。バブル真っ最中だったから、チップも多く、お土産も多かった。芸能人もよく来る場所だったので、あの芸能人は本当にいい人とか、 この人は最悪だったとかもよく言っている。そんな状況だったから、母親はほとんど仕事を休まずに働いていた。今じゃ考えられないけど、チップだけで一日2、三万とか稼げていた時代だから。でも、知っての通りバブルは弾けて、客も少しずつ減っていった。それでも日給は良かったし、家から近いし、当たりの客ならチップも弾んでいたし、働き続けていた。 そんな母親が仕事を休んで寝込む時がある。その日は、ゴルフ場で首を吊っている人がいる日だ。最初は偶然どころか、関係性もなかったと思われていたが、そんなことが二三度続いた。その頃から、母親が休んでいる日は、自殺者がいるんじゃないかって噂になる。母親電話、経営者があたりを散策、自殺者発見のコンボ。キャリーを辞めるまで毎年数回続いたが、 本当に不思議なくらい自殺者がいると近づけなかったらしい。自殺者は大体遠くから来ている人だったけど、わざわざゴルフ場で死ななくてもって愚痴ってた。やっぱり人生で一番楽しかった場所に行ってから死ぬものなんだろうか。坊さんの幽霊先日、家のリビングで友達から借りた 本当にあった呪いのビデオを見ていた。そうしたら、母親も何それって感じで見らしたんだけど、うさんくさいとか言いながらも、結局最後まで見ていた。そうしたら母親が突然、そういえば、坊さんの幽霊ってやばいらしいよ、と言い出した。聞いた話を要約すると、母の祖母、俺にとってはひいおばあちゃん、は霊感があったらしく、いわゆる見える人だった。 母が子供の頃、遊んでいて帰りが遅くなると、祖母に、あんまり遅くまで遊んでいると、坊さんの幽霊にあの世に連れて行かれるよ、と脅かされていた。ある日、坊さんの幽霊って何本当にいるのと聞いたら、祖母が厳しい顔で、坊さんの幽霊はそんなにいない。大抵死んでも成仏するが、徳の高い神様みたいなものになる。でも中には、理由はわからないけど、 化けて出る奴もいる。そういう奴は危ない。生前修行していたせいなのかわからないけれども、とても力が強い。そして、祖母は悲しそうな顔で、母にぽつりと、私には妹がいたんだけどね。子供の頃に連れて行かれた、と言ったそうな。俺が、うわ、マジでと聞くと、母親は、本当かどうか知らないよ。その時まだ子供だったけど、 それでもそれ以上聞ける雰囲気じゃなかったし、それでもやっぱり気になってて、おばあちゃんが亡くなった後に母さんに聞いたら、おばあちゃんに妹がいて、幼い頃に亡くなったのは本当らしいよ。ただ、病気で亡くなったって話らしいけどね。母さんもよく、坊さんの話は聞かされていたって言ってたけど、妹が連れて行かれたって聞いたことはなかったって驚いてたな。結局、 母親はこれ以上のことは知らないらしいし、ひいおばあちゃんはもちろん、祖母も二年前に他界してしまっているので、これ以上は調べようがない。でも、そういう話とは無縁ないからと勝手に思っていたんで、なんか感慨深かった。うちでも、王さんの幽霊に連れて行かれる、という迷信がある。仏具である釈状を持ってて、歩いている時にじゃらじゃらと、 尺状のついた輪の音が聞こえたら、それが坊さんの幽霊で、よく、子供は早く寝ないと連れて行かれるよと、脅し文句に使われていた。老婆の告白。以前どこかのすれで、小鳥の話題になった。子供なんかさらってきて一体何になるのか。うるさいしわがままだし飯食うし金はかかるし。 そんな話題になったことがあった。約二十年前、俺がまだ母さんのお腹の中にいた頃、母が、俺の入った大きなお腹で、二歳の小さな兄と一緒に、東京の家から近くの町へ、電車に乗って買い物に行った時の話。母は、電車の中で少し不自然な光景を目にした。老婆が、孫、小学校中学年ぐらいの子供と一緒にいたのだ。 別にこれと言って不思議ではないのだが、年齢的に考えても、祖母と孫なのだが、どこか不自然だったらしい。しばらく電車に寄られていると、その老婆が母に話しかけてきた。その老婆曰く、連れていた小学生の男の子は、孫ではなく実の息子だった。その老婆が、母が連れている幼い兄を見るや否や、なんとも奇妙なことを言った。 小鳥には気をつけなさい。その老婆は、体質的にとても子供ができにくかった人だった。若い頃に何度も試みたが、結局子供を産むことはできなかった。街で子供を見かけると、羨ましくて欲しくてたまらなかったそうだ。老婆は、夫と二人で若い頃、何度も病院に子供をさらいに行ったと言っていた。しかし、この幸せを手にした途端、 誰かが掴んでいた幸せを奪うのが怖くて、結局歳を取るまで子供を盗むことはできなかったと。そして数年たち、夫との子供を授かったと。母はそれを聞いて、青ざめたらしい。